はい、どうも皆さんこんにちは、ボドカです。というわけで、今回は、ね、フォートナイトの動画ということで、先日のね、イベントなんとかブラストオフやったっけっていうイベントで、ロケットが発射するというね、深夜の2時半ぐらいだったんですけどイベントが起きました。で、今こんな感じで、上空に亀裂が入ってる状態で、シーズン4もう終盤進んでいるんですが、なんとですね、昨日このロンリーロッジっていうね、この今から行こうとしているこの街にの家のところに、なんか新たな亀裂みたいのが現れてできたっていう情報があって、ちょっとまだ俺それ見てないんでね、どこかもわからないんで、ちょっとそいつを、間違いなくこれですね、ありましたね、そうこれ、ここに亀裂が走っているという情報があったんですよね。もうこんな感じ でこの上のやつともう比較するともう類似しているので、おそらく、両方とも同じような種類のものだと思うんですけど、これもともと機能っていうか、この亀裂が現れた当初は全然亀裂が入ってない状態で、少しこの丸い真ん中のオーブみたいのがあるよぐらいだったらしいんですけど、今はこのくらいね、完全に亀裂が入って、近くに行くと音がゴー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 になって聞こえるということで、特になんかダメージを食らうとかそういうわけではないんですが、まあこんな感じになってるみたいですね。で、まだちょっと紹介したいとこがあるので、ちょっとそちらの方に今から大急ぎで行ってみたいと思います。はい、皆さんこんにちは、じゃなくて、続いてのマップじゃなくて街ですね。街で、亀裂が入ってるであろう、入るであろうってところですね。このモーテルなんですけど、またこれがね、ロンリーロッジの初期の頃みたいになんかモヤみたいのがかかって、すごい近づくと音が鳴ってると思うんですが、まあこれが、多分これが現れる街が次亀裂入ると思うんで、最初はロンリーロッジだったんですけど、ロンリーロッジに亀裂が入ったとほぼ同時ぐらいかなにモーテルにできてるんで、こんな感じでね、毎日かはわからないですけど、シーズン5までにどん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 各街にこういう亀裂が入るんじゃないかなってなんとなく思ってます。まだ完全に推測の段階なんで何とも言えないんですけど、で、俺が考えてるシーズン5やで、こうなったらいいなっていうシーズン5なんですけど、海外のサイト見てると、これよくね、タイムワープ言われてるんですよね。で、なんかよくわからないんですけど、俺的にこのマップがね、破壊されると思うんですよ。このマップがシーズン5になると。で、このマップ、これ亀裂だと思うんで、どん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 惑星っていうか、この俺たちの星の惑星そのものに亀裂が入ってるみたいな解釈を俺はしてるんですけど、で、この亀裂もね、一番初めの頃よりどんどん広がってってでかくなってるんですよね。まあなんでこういうことも考えると、どん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 この亀裂がね、広がってってシーズン5になると同時に惑星が完全に消えて消滅しちゃう。みたいな感じやと嬉しいなぁなんて思いながらね。で、その亀裂が起こった先に何があるのかなんですけど、この亀裂が起こった先にはね、なんとこちら、この PVE で出ている新マップ、デザートマップ、砂漠のマップですね、がワンチャン PVP とかにも繋がるんじゃないかなと思ってます。で、これあくまでも俺の推測なんであれなんですけど、まあ、シーズン3はね、宇宙飛行士とかそういう系メインで、まあシーズンパスとかあって、でシーズン4は隕石が落下してきて、そっからまあオメガとかああいうのが出てきて、それとヒーローが戦うみたいな感じの確かイメージじゃないですか。まあなんで、まあ今回それによって、まあ地球に来たエイリアンみたいな形のやつらが、地球じゃないですけどね、この惑星に来た、フォートナイトの惑星に来た、エイリアンみたいな形のやつらがその星に悪さをして亀裂が走って、であれって確かね、ロケットの軌道とか見る感じ、いろんな街にどん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 ワープしてってるんですよね。タイムワープみたいな感じで、まあなんで、まあ、今回はその宇宙全体の星全体に亀裂が入って、でその亀裂でも惑星ごと違う星に飛ばされてニューマップなんじゃないかななんて思ったりもしてるんでね、もうあくまで俺のこのなんかロマンを求めた妄想の段階の話なんで何とも言えないんですが、まあ、PVE にもね、
砂漠マップが追加されるという頃で、シーズン1からそろそろもう期間的な面も考えて、そろそろね本当にニューマップ出てもいいんじゃないかなくらいの、なんやろ、フォートナイトの年齢っていうかそういうのもなってきてるんで、まあ、もうそろそろ、本当にニューマップのことを考えてもいい季節なのかななんて思ったりしてます。はい、てな感じで今日は、こんな感じでボドカの妄想的な感じでねやっていたんですが、いかがでしたでしょうか。まあ、本当にね、あの砂漠のマップ来てくれるとマジで嬉しいです。マジで嬉しい。俺はシーズン3から始めた、シーズン3の終盤、本当に終盤から始めたにわかなんで、まだねみんなみたいに語るあれはないですけど、まあそれでもやっぱりね、まあ俺はまだこのマップで全然遊べますけど、もっとシーズン2とかシーズン1から始めてた人はそろそろこのマップにも飽きてきてるかなくらいの頃だと思うんで、来るといいですね、新マップ。というわけで、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。この後に普通の、プレイ動画もついてるんで、そちらの方も見ていってください。はい、悪くない。 What the fuck? あ、いたな今。ふう、危ね。75か。危なかった。もうあいつ何もないな。ドンマイすぎる。もうなんもないやろ。まだあんの？もう早く自利品になってや。これにしよう。あ、いただきます。お、削ってくれた。ラッキー。あれか。よいしょ。そろそろマジで仕事辞めたいな。マジでなんか俺もう1年頑張って続けようってずっと思ってんねんけどさ、ちょっとそう、雑談の内容とかマジそれなんやけど、もうな、人が雑談してよ、しようとしてる時にな、ちゃっちゃ入れてくんなよ。COD はマウス使わない。おう、おい、What?こんばんは。なんかそれでさ、 COD じゃないわ、あの仕事でさ、マジでさ、そろそろやめたいんよな俺さ。配属とかまだ決まってないんやけど、もう
夏頃には絶対決まんねんけどさ、もうそれまでに一回言いたいんよな、マジで。やめれるなら。やめるならやめたよ、マジで。なんかやってる時間が無駄すぎる。なんかいろんな番組とかもさ、始まるしさ、俺結構いろいろな、番組も呼ばれてんねんけどな、割と無駄にしてんねやな。で、川田好きかもさ、なんか遅くなる気がすんねんな。今だんだんネット番組出来上がってきてる最中やからさ、この時期にさ、あ、この人はじゃあ使える人でみたいなさ、イメージ与えとかんとさ、なんか後々じゃあこの人はなしにしてこっちの人出しましょうみたいな感じになんのなんかな、ない気がすんねやな、あんまり。だからやるならやる、やらないならやらないで、区切りつけないといつまでもふにゃふにゃしてるわ、マジで。それが最近の悩み。バカだろ絶対、質問してるやつ絶対ガキだろ。なんでネットで本名何とか言って。 Oh my god、 やば。いんねんな。なるほどね。俺いるわ。こいつとやり合っててもしょうがねえ。あ、ミスった。もうこれさ、俺毎回ミスってまうよな。あ、無理やわこれ。ちょっと待てよ、こっちから出るか。全然食らってない。はあ、これ。なんなんだ。あれや、あ、着地に失敗してる、バーカ。じゃあな。ラストや。これさ、下入ってったやつ、俺なんかな、いる気がすんねよな、マジ。あ、おった。うわ、ぶんね。ドクター・ルパ。GG。